どうも皆さんこんにちは。私ですね、アニメイニシャル D で藤原匠の声をやらせていただいてます、三木真一郎です。よろしくお願いします。そしてこんにちは、イニシャル D の監修をやらせていただいております、土屋圭一でございます。はい、どうも今日はよろしくお願いします。こちらこそ。まあ、今日なんか久しぶりにお会いさせていただいたんですけど、ね、久々だよね、はい、ここは飲み屋であったよね。飲み屋で会いました。いいんですか、そんな話してて。その流れで、ええ、今日ここに、ここはどこでしょう。セガさんです。セガでいいんですね、はい、セガさんにお邪魔しておりましてですね、はい、今日はですね、土屋さんとちょっとゲームをしようではないかと。いいですよ、はい、こちらにございます。すごい長いゲームの、長いタイトルのゲームなんです、ええ、イニシャル D アーケードステージ7ダブルエースクロス。言えませんね、もうね、普通にね。分かった、はい、イニシャル D7。 これからこのゲームはイニシャル D7、これが一番新しいわけでしょ。はい、一番新しいですね。はい、もう画面もすごい綺麗ですしね、なので時間もないことです、うん、じゃあやっちゃいましょうか。早速やりますか。やりましょうか。いいですよ、よろしくお願いします、はい、友達の声しか聞こえてこないんで嫌になっちゃう。本当だよね。本当ですよ。さあやってみましょうか。よし、行こう。今回から新しくできたゴー。いつでもまだ走れるんだろう。あ、行き方があんまり変わらない。やだやだ、知り合いの声しか聞こえてこない。これで今回はタッグバトルということで、 金と銀の土壌に出てくるパネルを拾っていくということらしいですね。多分、あ、土屋さんが取られた。まだか。あ、なんか来た。あ、金取られた。銀取りました。取られた。銀1枚取りました。金取ってきたですね。よし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 、金取った。あ、金、金、あ、じゃあ俺も金取ろう。でも先に行けねえとまずいな、これ。なんだこれ。でもよくできてますね、よくできてる、これ。これ後ろで見てるだけでも楽しそうだな、うん、よいしょ、金取りました。取った。はい、えらい。これでもいい大人がゲームしながら金とか銀とか叫んでるってどうなんだろう。言えてる。いいじゃん、ミキちゃん。うるさいよ、いつき。よし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 、えい、よしよしよし、はい、金、いただき、はい、はい、金いきます。金いきます。よーし、かっこいい。よーし、かっこいい。よーし、頑張ろう。いけ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 、どこだ、どこだ。これは面白いよ。よし、あら、面白い。よいしょ。ミキちゃん、うまいじゃんよ、ちょっと。ゲームだと車ぶつけてもあまり心が痛まないっていうのはいいです。てか、ギャラリーもいる、しっかり。よっしゃー。あ、行かれた。あ、ごめんなさい、セガさん、ぶつけちゃった。あよくね、いいね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よしよしよし。登れ登れ登れ。俺、逃げろ。よし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 、逃げろ。よし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 、逃げろ逃げろ。よし、逃げろ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 。よっしゃよっしゃ、あ、来た、土屋さんが、あ、来た、土屋さんが。よし、メガネコーナー、メガネコーナー。よしよしよし、やられた。どうですか、懐かしい感じですか。懐かしいよね、今のメガネコーナーは。コーナーに名前がついてるんですね。ああ、よっ、よいしょ。ここが土田さんが若かりし頃走っていた峠ですね。薄い峠ですよ。いいでしょ。薄いで負けるわけにいかないでしょ。でしょ。よいしょ。ああ、ダメだ、頑張れ頑張れ、あ、ダメだ、頑張れ俺。あー、みきちゃん早い、頑張れ俺。あー、みきちゃん早い。ダーッ、やるだ、やるだ。今日は記念日です。ああ、素晴らしい。いや、どうもお疲れ様でした。汗かいた。本当に汗かきました。ていうかね、はい、これマジになるね。なりますね。ね、それ今まではさ、はい、こう、まあ、たかがゲームなわけじゃない。はい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 。汗かかないよね、今までのゲームって。そうですね、なかなかそこまでないですね。このイニシャル D7 はさ、はい、なんかこう本気にさせるね、大人も。子供はもちろん面白いんだよ、だけど
我々のようなさ、うん、大人が本気になるよね。でしかも本当に車という部分でそれを生業にしてらっしゃるわけじゃないですか。土屋さんのレースだって何だったりで、その土屋さんが言うっていうのはよっぽどよく生きてるってことですね。俺ね、ゲームで汗かいたの初めてだね。どうですか、あの峠とか走ってて、昔懐かしの薄い峠、はい、ミキちゃんに負けちゃったからな。ゲームです、ゲームですから、まあ、いやだけどね、はい、すっごいよくできてる。よくできてますか、うん、もうおすすめな感じで。景色がだって普通に見たらテレビだよこれ、はい、そうですね、 DVD かテレビだよ。なるほど、そう、もうゲームの枠を超えたと、うん、すんごい綺麗で。今回はあの新しく今までなかったそのタッグで、はいはい、2台同士で戦える。あれ最初俺バカにしたんだよ、何か金だ銀だと思ってたんだけど、はい、向きになる向きになりますよあのでこれからこのゲームが世に広まっていくと、ゲームセンターっていうんですか、うん、そういうところであちこちから、まあ、金だよ銀だよって叫んでる大人たちが続出するわけですよと思うよ、はい、でもさ、この金とか銀とかって面白いね。面白いですね。やる前本当バカにしたんだけど、はい、相手に取られるとさ、ムカムカするね。そうですよ ねでしかもムカつかせる喋りをしてるのは俺の知り合いばっかりなんですよ。あ、そうだよね。これあっ、チキショー、あいつに言われたとか、こんなの余裕っすよ、フグってお前に言われたくねえよとか思うわけですよ。まあ巧みだからね、はい、乗ってるとね、はい、そうなんです。だから負けたくない気持ちもありますね。まあでもそういう意味で言うと、あの絵も綺麗だし、今までにないこのタッグバトルも楽しめて、これはね本当に本心で一家に一台欲しいよね、はい、欲しいですね、うん、面白かったもんこれ、はい、この面白さでも伝えたいですね。伝えたいね、やってもらいたい、うん、みんなに。そうですね、うん、はい、僕もじゃあゲームで精進したいと思います、ね、はい、面白いこれ、本当面白い。よろしくお願いします、はい。というわけで、はい、サイコロがございますけども、また何やるの、ね、もう何やるの、大体分かっちゃってますでしょこれ何やるか、まあね、はい、なので、まあ、一応言うとサイコロとありがちっちゃありがちですけど、はい、でこの出た目に対しての質問がありますので、ええ、それに対して僕たちがこう車だったりイニシャル D に対する思いを語っていこうじゃないかということで、はい、いいですよ。では最初に私が、はいはい、えい1位、はい、1が出ました。1だとイニシャル D と出会ってから変わったことってありますか、はい、変わったこと、うん、イニシャル D と出会って変わった。いやでも車っていうか、それがきっかけで僕今86で持ってるんですけど、車を手に入れてみたりとか、サーキット行く機会増えたりとか、なんかあ、自分ってこんなに車好きだったんだなっていうのを再確認させてもらったりとか、あとその86乗ってて、例えば渋谷で信号待ちしてると、なんか中年の方が走ってきて、すいません、イニシャル D って知ってますかって言われて知ってますよみたいなこととか、いろんなことありますね。え、逆に土屋さんどうですか。こう僕の場合はやっぱりイニシャル D は茂野先生と最初からやってたんで、はい、だからね、なんだろう、その海外、うん、日本じゃなくて海外で、はい、お前イニシャル D だろって言われる。アメリカでもオーストラリアでもニュージーランドでも、はい、まあ、中国が本当多いんだけど、うん、香港と か、はい、だから韓国もそうだよね、うん、お前イニシャル D だよな、俺はイニシャル D じゃない俺は土屋圭一だイニシャル D タイトルだしみたいなでは次これ、はい、土屋さんに振っていただいて。じゃあいきますよ、はい、ズン3、ね、3番は車について心底驚いたこと。どうですか。驚いたことは、まあ、ありますよ。やっぱりその車って、この車ってこんな動きするんだとかね、うんうん、あとはね、そのイニシャル D のロケの過酷さそれ言っちゃった方がいいんじゃないですか。みんな聞きたいと思いますよ。もう驚いたよね、うん、その最初の頃のイニシャル D の初期の頃は、はい、見てる人たちが気がつかなかったのね、音に対して、うん、はい、86の音とかランエボとか、いろんな車を音を取ってるんだけど、うん、はい、でそのうちにね、僕が手抜いて、僕の弟子にやらせるようになったのね、はいはいはい、ちょっと忙しかった時期があって、うん、そうするとね、苦情が来るよね、フジテレビに。これは土屋圭一の音じゃない。すげー。それでね、あの講談社からもクレームが来て、はい、でそれからずっとね、あの自分で乗って音を取るようにしてますよ。それがまた過酷なんですね。この間なんかひどいよ、あの俺の NSX のさ、タイプ R で、
峠全開で走ってジャンプして着地して、あのインナーフェンダー壊れちゃったもんね。おねえさ、あ音響さん横に乗せてるじゃん、はいはいはい、だから普段だとこうバンと当たらないバンピーなところがあるのね、はいはい、群裁で、はい、そこをやっぱ音響さん乗せてるからドンって打ったわけよ、はい、だからもうタイヤがフェンダーハウスに当たって、はいはい、パラ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 、俺の NSX、 俺の NSX かみたいなさ。だからそこまでね、はい、このイニシャル D ってすんげえこだわってるから、はい、なるほど、うん、だから車ってやっぱこうね面白いよね、その行き着くところが ないっていうかさ、あこういじったらいじったなりのさ成果って出るじゃない、はいはいはい、足回りも、だそこが面白い、日々こう驚かされることがあるっていうことですね。びっくりするよね車は ね、 俺自身も最初若い頃はあのバイクのレーサー目指してたんですよ、うんうん、で高校卒業した時にノービスライセンス取って、うん、で、まあ、それはスゴーサーキットで取って、うん、で車って四輪じゃないですか、うん、当時舐めてたんですよ、うんうん、でバイクはコーナーでも全部体全身使っていくし、うんうん、パッと見ただけでも誰って分かるライディングフォームがある、うん、でも車って分かんないしな簡単だろうって思ってたんですが、うんうん、いざ乗ってみたら違うよね、全然違うですね、その人のそのなんていうのこう動きってあるよね車、はい、であとバイクだとその なんかおかしいなと思った時に、うん、そのおかしい原因が自分なのかバイクなのかって、うん、部品点数が少ないから比較的素人でも分かりやすいじゃないですか、はい、でも車って部品点数が多いからタイムが出ないのは明らかに僕なんかまだまだ下手だから自分のせいなんだろうけど、原因っていうのがどっちにあるのかが分かりにくいことが多々あって、すっごい奥が深いなっていうことにね、やっぱり接していくうちに気づかされましたね。やっぱ車はね何に対してもこうやったらやっただけの変化を出すから面白いんだよね。面白いっすね、うん、驚きの連続例だって。いや本当にそうですね、タイヤ変えただけでブレーキ変えただけでも走り変わるからね。そうですよね。で僕ちょっとカートとかやるんですけど、うん、そうするとあの 0.5 空気圧、うん、0.5 でも全然違うわけじゃないですか、変わるね、これびっくりしますよね、うん、まあそんなわけで、まあ、この作品続いていく中でいろんな車と、ね、接していけばまた僕らも驚きがあると思うんですけど、じゃあ最後、はい、最後、僕の方から、はい、いきますよ。それサイコロっていうのはこういうのだと緊張感のない転がり方するんだな。 5でございます。今後の車について願うことどうですか、これからの車願うこと、はい、希望は、希望っていうかね、やっぱりトヨタがその新しいね、はい、21世紀の86を出してくれたんで、はい、そこにちょっとこう希望が見えてきたかなっていう、うん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 、だからやっぱりイニシャル D もずっとあの古い86のまま終わっていかなきゃいいなみたいなさ、そしたらやっぱりこの2012年にトヨタが86を出してくれたんでね、はい、でそのままこう AE86 からその新しい21世紀のトヨタ86につながっていったら車の世界って面白いかなっていう、でそれにまつわってそのトヨタ86がものすごく今日本だけでも2万8000で売れてるって、今世界中に売れ始めたんですけど、それにやっぱりトヨタにホンダとか、うん、いろんなところがさ、日産も、うん、およしじゃあ対抗馬出そうぜって、うん、なってきたら車って ねやっぱこう、うん、いろんな国の子供たちに夢を与えられるんじゃないかなと思う。その時代に即したスポーツカーっていうのはね、そう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 、これからどんどん増えてくるといいなと思いますね、うん、僕ら二人も本当にそのように思っておりますので、うん、ぜひぜひメーカーさん頑張っていただきたいと思います。スポーツカーは永遠なれ。以上サイコロトークでございました。楽しい時間というのはあっという間でございまして、うん、久しぶりにお会いできていろいろもっと話したかったんですけど、はい、まあ、そろそろ時間だぞと。そうですね。なので、まあ、最後に、原作でありそしてアニメであるこのイニシャル D というものに対しての思いを一言ずつ言って、終わろうということなんですが、土屋さんからいかがですか。僕からすればこんなにねものすごい爆発的な大ヒットをするとは思わなかったんですよ、うん、そのものすごくマニアックなことしか書いてないんですよ、はい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 、その溝落としからアンダーの出方から、うん、オーバーステアの出方から、はい、だから子供なんか読んでも分かんねえだろうなっていう、うん、それがその子供たちでも女の子でも、うんうん、はい、どん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 ハマってくような漫画だったっていうね、はい、でそれはねすごくびっくりした、うん、我々マニアックに対して書いてる漫画なんですよあれ。そうですね、うん、はい、だからそういう意味ではものすごくイニシャル D っていうものが影響力があるっていうね、子供だけじゃなくて、うん、はい、その大人たちが普通にこう電車の中で読んでるっていうさ、うん、あれはびっくりしたよね、うん、だからやっぱりこう重野先生には
新しい86に移ってくんないかなみたいなのはあるよね。あ、文太がよー車買ったぞーなんて、そう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 、ね、86に乗ってくるみたいな。そうそうそう、まあ、俺が買ったあの FT86 お前にやるよって匠にさ、うん、っていう風になんかね、希望だよね我々の、まあ、その、はい、こんな面白い漫画はずっと続くべきだみたいな、うんうん、まあ、僕的にも、まあ、車好きですし、まあ、声優という仕事でアニメで藤原匠として参加させていただいてて、あのまずアニメーションとしてのフィルムの進化の度合いがすごいなと、うん、最初アニメのキャラクターと CG の車っていうのがどん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 こう違和感なくなっていって、うん、CG も本当に素晴らしいものになっていって、フィフスステージでさらに進化したものになっていくし、で、なんだろう、このアニメで FC 買いましたっていう女性のファンの方がいたりするわけじゃないですか。だから原作もそうだしアニメもそうだし、いろんなファンの人たちが寄ってたかって楽しめる作品じゃないですか、はいはいはい、うん、なので今土屋さんおっしゃってたみたいに、あのできることなら終わることなく、そうなんだよ ね、ずっとずっと長く、漫画の原作のファンの人たちやアニメファンの人たち、うん、それからその世界をまたいでね、国をまたいで世界中のイニシャル D ファンの人たちにずっとね楽しませていっていただけたら嬉しいななんていうふうに思いますね。あ、でももうお時間ですので、ではでは、はい、本当に今日皆さん、ご覧の皆さんお付き合いいただきありがとうございました。三木慎一郎でございました。監修の土屋圭一でした。